どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、このウクレレを使って皆さん演奏していると思うんですけど、質問が大変多い最後のね、ジャカジャン、ジャカジャンについての解説動画をアップロードしてみようと思います。お役立ち動画ですね、ウクレレお役立ち動画。実はですね、ガズさん、いろんなこの手のですね、すごいウクレレをやる上で役に立つ情報もガズレレ YouTube チャンネルですでにいろんなことアップしてるんですよ。ここにリンク貼っときます。お役立ち情報他にもたくさんあるんでご覧になってください。で、今日はだからこれです。ジャカジャン、いつも曲の最後でやるあのやつ、あれです。ジャカジャンの方法マスターしちゃいましょう。では早速解説に入っていきましょう。これはですね、最初に整理しておきますけど、結構分析していくと相当奥が深いんですよ。いろんな要素がこのジャカジャンに入ってるわけです。まずですね、ちょっとじゃあ悪い見本をやろうと思います。見ててくださいね。これ悪い見本。悪い見本はまあわかるでしょう。ここが中心になってこう動いている。肘で弾くと、このジャカジャンの速さが追いつけないです。グググってやるときに、要はこう、なんていうのかな、ここの要は力こぶのところが筋肉痛になりますからね、そういうことやってる。つまりこのね、ここ系動かすとうまくいかないよっていうのは、これ実はですね、16ビートとかの、まあ8ビートもそうなんですけど、ストロークのところの基本にもなってくるんですよ。はい。じゃあどうするかというと、やっぱこの手首の動きであったり、もっと言うと手首のここの動きと、あとね、この動きも、この動き、はい。こっちなんですよね。見ててね。ここ全然動かないし。はい。こんな感じ。まずここが大ヒントでございまして。だからこのジャカジャンを極めていくと、8ビートとか16ビートのストロークにも通じる凄まじいものがあるということでございます。だからダメな見本をやると、ここで、ここを中心にこう動いてる人は、こうなりますよ。硬い。ジャカタッ。こう力こぶがいい。で、手首を使って、手首とこの、ね、指のね、これをやると、涼しい顔出てきます。これじゃないとね、最後にジャカジャンってなってたんじゃ、ちょっとね、力が入っちゃいます、ね。はい。じゃあ、ちょっとね、イメージトレーニング。これよくやるやつですけど、まあ、手を右手、自分の顔の前ぐらいに持ってきてください。こっからはもう1ミリグラムも力入れちゃダメですよ。力何にも入れない。指も何にも。こうやってブラ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 と揺すってください。こう、正面から見ると回転してるイメージ。こういうのがいいんじゃないかなと思うわけですよ。その時に、ここはこう動いてないでしょ、全然。こうですよ。こういうイメージを持ってくださいよ。さらに、ここね、指、力を抜いておくと指もこう自然にこう、ね、柳の木のように揺れるじゃないですか。これもすごく使いたいわけ。こう、ほうきで吐くようなイメージ。すごいでしょ。こんなやつです。こういうイメージ。こう、ほうきで吐く。なら、これが弦だとしますよ。そうすると、こういうイメージですよね。こう、パタ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 、これ。このイメージがきっといいと思うんです。はい。まずじゃあ、止めずに、こういうイメージですね。こうよ。だからこれ16ビートでもこれかなり応用できますからね。なんでまずこの手首の柔らかさ、これをやるときに見て、ここは動かないでしょ。ほら動かないんですよ。だからここを動かさずに、こことここのこの回転と、こういう回転と、ここのこれね、このしなやかなこう、これをこうミックスするんですね。で、イベントなどでもよく質問があるんですけど、ガズさんってどの指で弾いてるんですかって質問もあるんですけど、これはですね、よくいろんな説があるんですけど、ガズレレ流ではですね、これはね、いつも決まって答えてる答え方がありまして、そこを、ね、朝、掃除してる、お隣のおばちゃんがいて、おばちゃん、おばちゃん今そこほうきで入ってるけど、それ何番目のほうきの毛で入ってるのっていう質問と結構同じかなと思ってて、もう要はほうきと考えちゃうんですよね。もう当たるところがどこ当たってるかもうわかんないって感じで、こう、まあほうきで吐くような、さっきも言ったけど、イメージを持つと、まあこの、4つの指が動いてていいんじゃないかなと思うんです。で、じゃあちょっと実験ね。さっき戻ったけれど、この横にやってるやつ、これ、こうやってクーってやってるじゃないですか。これすごく自由に動くでしょう。じゃあこれ指1本にしてみてください。こういうことだよね。そしたらなんかね、すごく不自由な感じするんだよね。なんか自由じゃないの。で、やると、あ、自由だな。あ、なんか動く、なんかそんなイメージ。なんでまあ、ガズレレ流ではこの、本当にこういうダラダラ、こう、ほうきみたいなイメージでやるのを推奨しております。はい。で、こういう感じ。はい。
このね、まずイメージ。これはですね、言っときます。8ビートも16ビートも、この手首とこの指の動きは、ガズレレ流で考えますと、ものすごい大事になりますから。ここはですね、16ビートで言っても、1、2、3、4って大きいリズムを取るときに肘を動かすという感じです。ちょっとじゃあ C で弾きましょう。16ビートね。チャをやったって。その1、2、3、4って大きいリズムを取るときに肘を動かすわけです。で、ね、ダメな やり方。あ、これ疲れるやつですから、ここ筋肉痛になるやつですからね。これはちょっと音もね、力が入っちゃってダメでしょ。やっぱこのね、このほうきで吐くようなときにいい音が出ます。だから全然話が逸れちゃってるんですけど、結局ね、ジャガジャンもこのしなやかさがないと気持ちいいね、これならないんですよ。はい。ということで、まずこの手首の柔らかさと、これをね、それすごい重視してくださいよ。もうこのイメージトレーニングですよ。もうほんとこう柳の木のようにね、パタ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 、ほら、今いいですよ、ほら、服に。ヘリコプターみたいになって、パタパタパタなんつって。このぐらいの柔らかい勢いがいいと思います。はい。肘は全く動いてない。こういうイメージを持ってくださいね。上から見るとこんなイメージですよ、ちょっとね。角度変えるとわかります。結構これがこう、出てきてるわけだから。はい。で、これで、まず、基本はこの手首とこの指、覚えておいてください。で、こっからなんですけど、ジャカジャンやるときに、二つやり方があります。最初に答えを言っちゃうと、チャ、8ビートのチャとか16ビートのチャで止める止め方と、カッティングで止める止め方。二つあります。これはですね、どっちかというと、カッティングで止めた方がキレが良くなると思うんですけど、どっちでもかっこいいんで、まずはじゃあ、チャの方法、で止める方法をやっておきましょう。皆さん、8ビートのチャとか16ビートのチャっていうのがガズレレでよく出てくるんですけど、もしよくわかんない方、ここのリンク、これ、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページのリンクがあるんで、そこでちょっと見てもらおうと思ったんですけど、どういうやつか。まず8ビートのチャ。ドン、チャ、ドン、チャ。このチャを、ドラムで言うと、タッと、スッと、タッというふうに、チャ入れてるんですけど、このチャのやり方っていうのは、まあ、最近挙げた一番わかりやすいシンプルなやつでいくと、この、指のね、また繰り返しになりますけど、この三つの指あるじゃないですか。人差し指、中指、薬指の爪。この三つをこう、全部均等に並べるんですよね。そして、このウクレレの四弦のこの辺に持ってきて、潰す。これが結構、分かりやすいかなと思います。このイメージを持ってください。はい。これをストロークの中に入れる。とにかくチャッという音をさせるんですね。やった時にここで弦を潰して音を止めてるんですね。ここで、はいはいはい、これで音を止めるパターンだとこうです。ジャガジャ、最後のジャガジャって3回ジャガジャってなるじゃないですか。最後の1回でチャをやる感じです。こんな感じですね。さっきも言ったけど、手首とこの指を柔らかく使わないとこのスピードで弾けないですよ。はい。これが、チャで止めるパターンです。じゃあ、もう一個の方、カッティングで止めるっていうのはね、どうなることか。じゃあ、ちょっと見ててね、まず、基本ですよ。C を今押さえてます。で、右手で C 全部、コード弾きました。そして、左手で音を、パッと、弦に触って止めるカッティングです。いいですか、もう一回。ほら。音止まるでしょ。これは、触れるんですよ、左手。押さえちゃダメよ。押さえちゃうと、音出ちゃうから。パッ。パッ、こう。触れて音を止める。これをカッティングの、まあ、左手で止めるカッティングの手法なんですけど、そうするとですね、こんな風になります。ちょっと右手見ててね。ほら。左手でさっと止めるから、こっちは、なんて浮かしたまんま。ほら。こっちの方がスパッと切れる感じがするんですよね。はい。Aマイナーでやっても。はい。チャでやると、最後。まあ、こっちも切れがあるか。うん。もうお好みですね。私はね、よく見てみると、両方取って止めてたりとかするんですけど。まあ、左手で止めてんのかな。ガズさんは左手で止める派だと思います。せーの、チャラチャ。こんな感じですよね。はい。この二つの止め方は、だから、チャで止めるときは、ジャージャーチャ
で止める。左手のカッティングで止めるときはジャージャージャ、こうやって止める。覚えておいてください。で、おまけです。その前のジャカ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 って伸ばすじゃないですか、あれもさっき言ったこの手首の柔らかさとこの指ですよ。せーの、ジャカジャカ、こんな感じです。はぁ、ね、面白いでしょ。力も全く入ってないですからね。力が入ってるってことは、肘が動いてる証ですからね。これやってる証拠ですから、この疲れるやつは。もう全然もうこんな顔で。せーの。こんな風にできるわけでございます。では、いかがだったでしょうか。もうこの、ジャカジャンって、この、ほんと0コンマ何秒みたいなところに、結構なロマンが詰まってるでしょ。これはだからね、初心者の人とか、ジャカジャンやりたいんですけどって質問を受けるときに結構説明に困るやつで、結構この16ビートとかチャの要素、結構高度な技がこの一瞬に詰まってるんでね、まあそういうとこもロマンがあるかなと思って今回、シェアしようと思いました。で、あとね、ちょっとな流れで、質問なんですけど、これガズさんのウクレレこれついてるんです。これ水引きなんですけど、これ私の地元がね、長野県飯田市っていうとこ、水引きのすごく名産なとこで、なんとうちの両親がもう40年以上これを作ってる人なんですよ。職人さんっていうかね、まあ内職でやってんですけど、もうホビーなんですけど、うちの両親が作ってるそこに、はめてたら、あれ何ですかってことで、今、販売します。ホームページでも販売してますんで、ちょっと覗きに行ってください。これはね、挟んでるだけですから。はい。特に別に加工もいらない。この弦とヘッドの間に挟むだけで、すごいカスタムできるんで、これあるとないじゃ、だいぶ雰囲気が変わりますからね。皆さんもちょっとやってみてください。はい。よろしくお願いします。てなことでですね、今回はお役立ち動画ということで上げてみたんですけど、何かの参考になればいいかなと思います。8ビートも16ビートも結局、よく見ると、この手首の回転とこの指の動きなんですよ。はい。8ビートもね。はい。なんかこの手首の柔らかさ、これは相当ね、奥が深いですよ。皆さん、やってみてください。じゃがじゃん、ありがとうございました。ただいま、大好評にて、Gラボウクレレたち販売予約受付期間真っ最中のど真ん中の期間でございます。8月の、募集の期間はね、今月末までになってますので、ぜひ皆さん概要欄でですね、最強最高のガズレレウクレレ Gラボウクレレたちチェックしてみてください。さあ、そしてもうお知らせ。はい、どんどん行きますよ。はい、こちら、タワーレコードで今イベント開催中でね、第2弾がいよいよ、長野県の上田に迫っております。上田のタワーレコード、もうあさってですね、来てください。14時からです。このね、黄緑色のソングブック6の発売記念イベントということです。で、その翌々週になるのかな、大阪の八尾タワーレコードでも、誰でも参加できる無料イベントですからね、ウクレレ持って大セッションしましょう。集まってください。で、予約もいらずに誰でも来れるんですけど、このね、上田店と、八尾店のタワーレコードさんで、この黄緑の本をゲットしてくださった方は、いいこといっぱいあるんで、サインをしますよとか、前の方に、見られますよとかいうね、ある詳細概要欄に貼っておくんで、ぜひチェックしておいてください。で、この黄緑色の本を含むこの本たちが20万部突破すごいよということで、リットミュージック社さんで、このガズレレフェア開催中です。全国270店舗の店で、開催中なんですけど、フェアをやっているお店でガズレレ本買ってもらうと、ミニノートブックプレゼントとかウクレレが当たるよというねフェアをやってます。ぜひチェックしてください。この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、学部の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リットミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかで、ね、ガズレレって入れてもらうと、わーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。でね、これね、簡単アレンジの楽譜しか書いてないんで、皆さんかっこいいバージョンやるときはここのね楽譜に手で書いていくんですよ。このかっこいいバージョンのコードとかを。そして世界に一冊の自分だけの本を作っていく、そういうスタイルになってます。今年の8月に新しいソングブック6が出る予定です。皆さんチェックよろしくお願いします。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でねブロックになってて、最
新楽譜で、こっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、あのアプリのインストールが無料なんで、まずねあのちょっと探してください。あのご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのねガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、あのストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひあのこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これあのここのガズレレ .com このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから、はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。